入れて、始まる。よいしょ。味ませ。はい。オリーブオイルを入れて、でまとめます。ちょっとね、しゃばい方がいいですよ。イタリア料理はブラディア、サングバシイタリアレストランレガロオーナーシェフ、僕のトビです。僕20年ぐらい前に当時のあのサービスマン、一緒に働いたマネージャーの人とイタリア、フランス、ベルギー、ドイツで、イタリアを1ヶ月間ぐらいこうぐるぐる回ってて、バックパッカーみたいな感じで、トスカーナも割と回ってたんですけど、ルッカって街行ったんですよ。このルッカっていう街、まあ、フィレンツェからちょっとこう左の方にいたところなんですけど、オリーブオイルのまあ名産地なんですよね。このうちが使ってるこのファブリのオリーブオイル、あ、ポッチョリソーレもルッカのオリーブで、ワインも割と美味しい作り手もまあまあいて、まあ、テレタリバルジャーノっていう作り手もすごい有名なんですけど、でそこでミントと、あ、ズッキーニとミントのペーチパスタ、上からこうたっぷりねチーズかけてて、あの時テコリーノかな、テコリーノトスターノかなんかなんですけど、イタリアでズッキーニといえばミントなんです。まあ、ズッキーニを薄切りにして塩もみしてミントを入れてサラダっぽくしたり、まあ、ズッキーニを素揚げしてなんかアグロドルチェに仕上げてでミントを入れたりとかするんです。あとは割と海外の人の中にズッキーニとミントのパスタ作るんですよ。なんでですかね、ズッキーニとミント、なんでズッキーニとミントわかんないんですけど、ズッキーニといえばミントなんです。というわけで今日はズッキーニとミントのスパゲティです。ニンニク、ズッキーニ、丸々一本いきますね。結構ちっちゃいんだよこれ。ミント、なんとなく1パックは使わないかな、3分の1パックかな、ボーデキさんとかで。で、ペコリーノですけど、まあ、あの、いいです。なんかパルミジャーノブロックとか、さっさっさばやだけど、はい、パルミジャーノもいいです。はい。で、1.5 でもいいんですけど、なんかね、ちょっと太めのパスタの気分なんですよ。イタリアから帰ってきたばっかりで。1.7 ちょうどいいです、やっぱり。僕なんか最近からこれ 1.7 大好きなんです。で、作ります。で、割と結構、超絶早く出来上がるんですが、まあ、とりあえず見ましょうか、塩。1.5%。はい。で、まあ、オリーブオイル入れて、ニンニクは、潰した方がタイプなので、早く潰します。ニンニクがね、物がいい時と悪い時の差が激しすぎちゃって。はい。なんかね、いつもの自分だったら、もうチリマットネス的に言うと、もう唐辛子醤油入れたいとこなんですけど、なんか僕このパスタ、胡椒のが好きなんですよね。その、ニンニクは香り的程度で、ズッキーニ炒めて、で最後胡椒とペコリなんですけど、でカーチューペペ作りたいわけではないんですけど、やっぱりこのパスタはね、ミントと胡椒のなんかこう爽快感の方がいいんじゃないかな。あ、別にあの好きなんで、全然あの唐辛子がいいっていう人は全然唐辛子でも構わないんですけど、はい、その間にズッキーニを切ります。まあ、もう気持ち太い方が良かったけど、まあいいか。この太さだったら5ミリ間隔ぐらいとかで。なんかこの、例えば、なんか有機だかなんだか、まあ美味しいズッキーニって切るとね、断面からね、蜜みたいのがね、出てくるんですよ。多分そういう、これは、ちょっと多分さっき、多分会話忘れちゃって、
丸番で買ったやつですけど、美味しいズッキーニは本当にこう断面からね、蜜みたいなの出てきます。だから、美味しいズッキーニ使ってみてください。で、ズッキーニは、やっぱりなんだかんだ、旬今なんですよ。梅雨来ちゃうとね、なんか梅雨のね、雨を結構、パンパンに、ズッキーニが結構僕は水を吸ってるような感じがしちゃって、傷むのがすごい早いんですよね。あとこの真ん中の、種みたいな、ふかふかみたいなところが、なんかね、真夏というかこう、育ちすぎると、なんか種が多くて、なんかあんまり、夏野菜だけど、梅雨が来る前の方がいいなぁ、なんて思っちゃうんですけどね。はい。で、1.7。あ、まあ、おおむね9分ですね。で、こう、割と具がいるので、65とか。5とかですかね。はい。入れます。はい。9。はい。ニンニクは割とほっくりいってからズッキーニ入れるんですけど、なんか、イタリア人このパスタどういう風に作るのかなと思って YouTube 見たんですけど、なんか割とみんなニンニク生で掘り込んでるんですよね。なんか、イタリア人ニンニクの生あんま好きじゃないと思うんだけどな。で、こんな感じ。ニンニクが、なんとなく、全体的にほっくり火が通ったら、ズッキーニ。なんか、焼き目つけたいとか、別に、思ってないんで。適当でいいっすよ。適当でいいから。適当じゃダメだな。で、まじない代わりの塩を入れる。あ、まじない代わりじゃない。俺結構これ重要かもしれない。ちゃんと振りましょうか。なんか人によっては、くたくた野菜みたいに、ズッキーニを、なんか2分ぐらい前に入れてパスタと一緒にねボイルしてっていうのもいいんですけど、あれ 1.7 だからいいようなものの 1.5 で作っちゃうと、もうズッキーニが持ってる水分でもうフライパンがぐちゃぐちゃになっちゃって、で割と水分がビシャーってなってまとめるの難しいんですよ。なんで結構この手のパスタ、ズッキーニのパスタは茹でるよりもちょっと炒めちゃった方がいいんじゃないかなーなんて言って、今回なんでこれニンニクを放りにしたかってね、潰しにしたのはやっぱりなんとなく炒めてるうちにニンニクがちゃんとなんかやっぱりちょっとこういうの嫌だなって僕でも思っちゃうんで、はい、ほえー、ああ入れちゃった水、というわけでちょっとなんか焼き目ついてきたらこうやって水を入れます。めっちゃ怖えよ、 AI 怖えなー。で割となんか、いつもみたいにシャープに仕上げるんじゃなくて、1.7mm なんで、ちょっとこう、なじませてあげて、やりながら作るみたいな感じのが好きですね。まあ、パスタが擦れて、出る濃度が、僕はそんなネガティブじゃないんですけど、そういうのが嫌いな人は 1.5mm にして、ズッキーニを少し薄くして、シャープに仕上げる方がいいかなっていう気がしますけど、なんか、イタリア行っちゃうとね、なんか、太いパスタの方が好きになっちゃうんですよね。ヒマラヤほど。反対しますか？いや、これでいいや。あら、うん、これでいいや。はい、さて。いやー、めっちゃシンプルだな。これなんか割と作る人いるかもしれないな。割と、なんか、ジェイミー・オリバーも作るぐらい有名なのに、割と、ズッキーニみたいなパスタやってる人がそんなにいなかった、はい、入れてと、はじまよよいしょ、はじませる、うん、普通したらこれぐらいのミントじゃあこれ板パセ並みにしっかり、このクリーム何でもちぎって入れちゃう。はい。入れちゃう。はい。
はい、オリーブオイルを入れてでまとめます。ちょっとねしゃばい方がいいですよ。なんかあの上から汁かけると持っていかれてパサパサになっちゃうんで、そしたら上からペコリーノロマーノ、うん、持ってるから持ってる人ってこのトスカーナの上かなって気しますけどね。やっぱりペコリーノロマーノの方が塩があるし、で胡椒かける、ごっつシンプルだな。それでガールのズッキーニとミントのスパゲティです。うん、めちゃめちゃ爽やか、おいしい。なんかアンチョビ入れたくなっちゃおうかなと思ったけど、全然ズッキーニとニンニクとびっくりのミントだけ、ミントが爽やか。これ何飲みたくなっちゃうだろう。これは激うますぎて、激うますぎて。いや昨日禁酒してるからまたうまいなこれ。うん、うん、ミントが合うことワインに。うん、ズッキーニはこれからが旬なので、もう多分2ヶ月ぐらいは週1でこのパスタを作ってください。2日目最高です。2日目じゃないけど最高だった。うん、美味しい。ワインも美味しいしパスタも美味しい。お腹も空いてる。いやー健康って素晴らしいな。うん、セビ泣きは自分が愛をセビ泣きにしてて、それの流れでイワシをやっちゃってるから、自分はセビ泣きのもんだし、もちろんあの指で捌く人もいるのも知ってるし、自分で指で捌いたこともあるし、お寿司屋さん行って指で捌いてる人ももちろん何回も見たことあるんですけど、僕はなんかこうペティで捌く方が性に合ってるからそうしてるっていうしかないですかね。もちろんこう、うなぎとね、アナゴの背びれき、腹びれきの違いとか、そういうのも、自分なりに勉強してきて、どっちなのかなって思った時もあるんですけど、僕なんか最初にこう、イワシの骨を、なるべくこう、歯で感じて、骨に残したいっていうのがあったので、でも、ベッカフィーコね、僕やっぱイワシではそんなには作んないんですよ。なんでかというとその1万4000円のコースとかでイワシを出すのがちょっとパスタ以外ははばかれちゃって、で概ね僕ベッカフィーコはキスでやってるので、キスは背びれきはすごくちょうどいいんですけどっていう感じです。はい、だからそういう考えてるかって言われるとあんまり言うこと考えてないです。もしよかったら、大関さんとかで、キスを買ってみて、キスにちゃんと鱗を取って、キスでベッカフェイクを作ってみてください。キスだと、ちょっと火が入りすぎても、身がふわふわで、また、イワシとは違う、なんかあの、オーブン焼きの感じがあると思います。はい。去年のメーカーズディナーの時に、フードライナーの中本さんが、もう、そりゃもう、盛り上げてくださったんですが、その時のコンビンテージの復刻のワインセットです。で、ここの3つは設定チェントのクズマナの泡にアルタモーラ、クズマナが所有しているエトナの畑です。スタンダードキュベのエトナロザート、
スタンダードのエトノビアンコ。で、もう一個はエトノロスじゃないです。フェウドリメッツォっていう畑のエトナです。フェウドリメッツォはクズモノだけじゃなくて、もちろんジローラモルスト持ってるし、ベランティ、いや違う、イービネに持ってた。もう、割と主要のエトナの作り手は、これ大体僕フェウドリメッツォの畑は好きです。その中のアルタモーラ。僕、実は僕現地でこれの12年飲んだんですけど、抜群に美味しかったです。もし、すぐ飲んでもいいですし、5年寝かせてもびくともしないクオリティだと思います。はい、すごく好きな畑です、エトナの中でも。でそこにクズモノのこっくりしたヤレで、アンジンビアイントリアですかね、クズモノの少しこう 軽やかな白のアンジンビア、ヤレはキチリアらしい、ちょっとこう南国のサンサンと太陽を浴びたこう少しこうグレープフルーツって言ったらみかんみたいな、こうオレンジみたいな褐色の皮の柑橘みたいな感じがするんです。すごく典型的で僕は結構好きなシャルドネですとアンジンで、この6本で2万2000円です。本当この2万2000円の中でも最初のエトナ3本が結構クオリティが高いです。エトナ4日ぐらいシチリア回ってましたけど、やっぱりエトナらしさっていうか標高の高さと冷涼さと、あとは日照量がいいワインにされてます。特にねこのロゼがね、この時期ロゼいいです。もしもできれたらロゼ単品買いできると思うんで単品買いしてみてください。美味しい。フェードリメッツいいっすよ。ぜひなんか寝かせて飲んでください。